ちは。こんにちは。さあ、はい、今日はですね、はい、まあなんかある選手、まあ元 OB でもいいんですけども、うん、はい、ある一選手にちょっとフューチャーしてフォーカスして、はい、豊さんに話してもらいたいなと思うんですけれども。誰？辰巳さんです。おお。いい選手だったね。ねえ、でも皆さんベスト9の時に立浪さんね、ショートで上げてらっしゃったりとかもしますし。まあそうだね。はい。でもまあ最初びっくりしたのは、守備練習してる時に、うん、立浪が入って名古屋球場で開幕戦だったんだよね。うん、まあその時に立浪が入ったって、はい、どんな選手かなって見たら、うん、守備がめちゃくちゃうまかった。PL から高卒で入ってもうすぐ、うん、そうそうそう。あ、だから PL の時からもうものすごいうまいっていうのは評判だったんですか？いや、うまいっていうのは聞いてたよ、はい、ただ俺はバッティングの方がすごいっていうふうに聞いてたから、はい、守備練習、ショートの守備練習を見た時に、はい、あ、これはうまい選手だなと思って、はい、で肩も強かったしさ、うん、それはちょっとびっくりしたんだよね。で、あの立浪さんというといろんなあの選手時代に記録だったりとか、うん、伝説を、ね、残していたりとかしているんですけれども、うん、まず一つ目なんですけれども、はい、国民的行事 10.8 決戦気迫のヘッドスライディングで負傷退場。そうそうそう。これはいや、あのさ、はい、俺立浪って、はい、もっと淡々としてやるのかなと思ってたの、野球をね、はい、スマートに、うん、で 10.8 って勝った方が優勝だったのよ、はい。でその時にファーストにボテボテの当たりでファーストにヘッドスライディングしたんだよね、はい、で、あ、こんなことするんだと思ってびっくりしたんだけど、うん、その時に左肩だったかな、うん、ちょっと脱臼みたいにして負傷退場になって、はい、その試合途中交代で出れなくなったんだけど、はい、やっぱハートが熱いよね。そうですよね。めったに出さないんだけどさ、はい、そういう態度にはね、うん、でも、あ、この選手は態度に出さなくてもいつも熱いハートで野球をやってんだなっていうのがその時に初めて分かった。あ、そうなんですね。なかなか、まあ、普段はそういう気迫っていうのは出さない、抑えてるというか。いや、あのね、何やってもかっこいいんだよ、うん、ボール一つ捌くにしても、はい、一つこう打席に立っても何やってもこう、なんかこう、エリートというかさ、泥臭さがないわけ。クールで爽やかみたいな。そうそうそう、はい、だけど、まあ例えばショートで鍛えられて、いや練習の時あれだけ投げたら肩壊すなって思ってたの、はい、そしたら肩壊して、それからコンバートでセカンドに来たわけ、はい、嫌なやつがセカンド来たなと思ってさ、うん、俺もセカンドじゃない、はい、だからライバルになっちゃうわけじゃない。そうですよね。そうそうそう、うん、だからあ、それだけやっぱり意識させてくれる選手だったよね、はい、で続いての逸話なんですけれども、はい、逸話というか2003年ですね、 PL 学園の先輩清原さんの目の前で2000本安打達成、うん、まあこれは偶然だよね、はい、まあまあまあ、まあ、数字的に縁というかね、もうとりあえず2000本ってさどこで打っても嬉しいもんだけどさ、はい、それがまあ奇遇にもやっぱこう清原の前で、はい、打てたということでしょ。そうですよね、うん、ただ清原さんも、まあね、セリーグに来てて、うん、でジャイアンツで、うん、しかもちょうど中日とジャイアンツ戦戦ってる時ってことですよね。まあそうだね、だからまあ何かしらこうなんていうの、巨人に縁があるというかね、立浪さん、うんうん、まあ、10.8 も巨人戦だし、はい、まあ、2000本も巨人で、うん、巨人戦だしね。でもやっぱりあれなんですかね、 PL ってやっぱり厳しいって聞くので、うん、そういうなんか偉大な先輩の前で記録達成っていうのは、まあ憧れるだろうな、うん、その前に清原が打ってるしね、2000本ね、なんか縁みたいのもあるのかもしれないですよね。さ、これは立浪さんの面白いこうデータなんですけれども、はいはい、立浪さんは速い球がお好きということで、これ相手ピッチャーが球速によってその打率が立浪さんは変わるんですけれども、うん、相手ピッチャーの、球速140キロ以下だと打率が2割4分2厘、はい、で140キロ今度以上になると3割9厘、はい、で145キロ以上になると4割6分9厘、あ、というふうに球速が上がれば上がるほど打率も一緒に上がっていくっていう。これどういうことかというとさ、はい、昔は本当にコントロール重視で、はい、もう四隅をつけないと勝てないっていうぐらいに言われてたんだよ、はい、
その変化球も豊富じゃないし、うん、だからコントロールでやられてるっていうことだったんだろうね。なるほど。だからコントロールのいいピッチャーイコール球速が低いから打率もなかなか打てないとか。そうそうそう。だから逆に速いボールっていうのはコントロールが悪いピッチャーが多かったんだ。そうすると相性が、いやだから真ん中付近に来る。だからそれを的確に捉える能力があったということだ。でも打者として一番嫌なのは速いボールなんだ。タイミングが取れなくなるから、はい、タイミングが遅れたりだとか一瞬でもすればもう詰まるし、はい、だからそういう意味では速いボールを打てるっていうのはそれだけの能力がないと打てなかったんだよね。でもその立浪のさ、はい、テクニックっていうのがあって、うん、普通はこうやって構えるじゃない、はい、違和感ないでしょ。全くこうやったら違和感ある。あ、一本分かこう離したら立浪が速いボールのピッチャーなんかはず、はい、少し開けるんだよ。こんなには開けないの。いやいや、まあそうですね。でもちょっと開けるんだよ。なんでだろう。この方がヘッドが速く走る。パーンって返る。はい、だから立浪は体も小さかった、はい、最終的には俺ぐらいかな。でもやっぱりちょっとした工夫はしてたよ。あ、考えて工夫して努力してっていうことなんですね、うん、だからあのテレビでも覚えてるから村田っていたでしょ。巨人に、あの DNA から巨人に行った。はい、あいつも速いボールの時ちょっと開けるんだよ。やっぱそっちの方がヘッドがこう返るんだよ、バーンって速く。だからそういう選手っていうのはちょこちょこいた。今はもう見かけないけど、あ、松田が時々やるかな。あ、ソフトバンクの、ああ、うん、やるけど、はい、今まあそのぐらいであんまりそういうテクニックを使う人っていないよね。うーん、だから普通は考えないでしょ。こう持ったら持ったままっていうかさ、ちょっと開けようみたいな。でもね、入った時からあいつちょっと開けてたんだよね。球の速い投手に対して、いや、やっぱプロに入って球が速くなったからじゃない。だからちょっと上げてたんだけど、途中でこうくっつけたりだとか離したりとか、うん、まあ、やっぱこれだけの選手になるには何かの工夫がないとなれないということだよね、はい、そうですね。人と同じことだったり、そうそう、普通のままノーマルのままやってても、うん、っていうことなんですね。そう、ましてやさ、あの体に恵まれてるわけじゃないじゃない、はい、パワーがあるとかさ、パワーで押し切るとかさ、うん、そういうことができない選手だったでしょ、うん、だからそういう意味ではいろんなものを工夫をしてたと思うよね。そうですよね、うん、で勝負強かった。これ なぜ勝負強いかっていうとさ、はい、これもまた考え方を変えるんだよね、うん、やっぱね、反対方向に打とうとする。絶対点が欲しい時、はい、やっぱその方がボールを長く引きつけて三振をしないし、うん、長くボールを見る分だけ失敗が少ないという、うん、こう引っ張りに行くとポイント前になるでしょ、はい、でポイント前になるとそこから変化するとさ、打ち損じが多いんだけど、うん、でもそういう本当に勝負どころってさ、センターから反対方向を狙ってたよ。それは途中からそういうふうに変わっていったんですか、それとも最初。あ、若い時はだいたい引っ張ることが多かったけど、はい、やっぱりチームの中心になるのも早く訪れたしね、はい、うん、そうしたらやっぱ責任があるじゃない、うん、だからここ行ってほしい時っていうのはやっぱセンターから反対方向に打ってくることも多かったよね。意識して打ち損じないように、うん、だからちょっとした工夫と、はい、やっぱここが良かった。頭がクレバーだったってことですね。クレバーだったということだよ。あ、だからああいうふうに、まあ、偉大な選手にで偉大な記録も残したし、はい、なれるっていうことですよね。そうそう、だから代打に出てても、はい、レギュラーでずっと出てた選手が、うん、いきなり代打になって、はい、代打行けって言っても出た時にどういう感覚になるかというと、もう全くなんか空間が違うんだよ。そんな感じがするんだよ、はい、え、これ何みたいな、うん、でバーンとカクテル光線で明るいじゃない、うん、だからちょっと一瞬戸惑う時あるんだけど、はい、だけどやっぱりこう代打でも成功したっていうのはさ、はい、やっぱここだよ。あ、頭がいい。そういうことなんですね。だからこそあそこまでいけたっていう、偉大な選手ですけどね。まあこのチャンネルにも出てもらったけどね。そうですね、そうです、そうです。なんかまた、ね、また来てもらいたいですね。定期的に、ね、遊びに来ていろんなことを伺えるといいなと思いますけれどもね。はい、はい、というわけで、まあ、今日は立浪選手のことでね、はい、はい、フォーカスして、お届けしました。はい。